水と緑の健康都市。水と緑の健康都市は、大阪府美濃市とどろみ付近に造成される、大規模郊外型ニュータウンである。全体の計画面積は314ヘクタールとなっている。町の愛称は、公募により、美濃新町に決定された。2007年10月1日に、第一期整備事業の100ヘクタールが完成し、それに先立つ9月29日に、 町開き式典を行った。以降は、第1期整備事業地区のほとんどの外区に立ち入ることが可能になっている。地区の中心には、美濃森町地区センターがあり、バスターミナルや、バス待合室、コンビニエンスストア、駐輪場及び駐車場などが併設されている。水と緑の健康都市における、施設の整備、運営、維持管理は同じく PFI 事業者である。 PFI 水と緑の健康都市株式会社が行っている。地里中央、大阪府福都心から美濃有料道路を経由して、車で約1 5分の位置にある。町の南部には国道423号が通っており、池田市や亀岡市にも近い。付近には豊野町の北大阪ネオポリスや甲府台、東、時和台、大和団地、阪急ネオポリス、 ただグリーンハイズ、川西市、阪急日清ニュータウン、稲川パークタウン、稲川町などの郊外ニュータウンがある。また、野瀬電鉄の時和田駅へも車で数分の距離にある。未納有料道路の出入り口には、新名神高速道路の美濃と泥見インターチェンジが併設されている。2011年現在、周辺地域を走っている、阪急バスが、未納森町近隣公園前から、 美濃森町地区センター千里中央駅の路線と、美濃森町地区センターと甲府台駅方面とを結ぶ路線を運行している。また、豊野町東西バスが一日数便、時和台駅から美濃森町を経由して、豊野町役場、阪急バス豊野営業所前まで町内バス、運行は、阪急バスが担当を開設している。なお、阪急池田駅発の阪急バス、夜行、 牧業及び希望が丘4丁目行に乗車し、1から3便、G、中途どろみで下車すると、千里中央からのバスに乗り換えができるほか、急坂ではあるが、徒歩15分程度で美濃森町地区に行くことも可能である。千里中央駅と結ぶバスは2007年10月1日より、外区の入り口にあたる美濃森町地区センターまでの間で暫定運行を開始した。 2008年3月20日より本格運行を開始し、増発及び停留所が新設と泥見の森学園前された。2009年4月1日に再度増便された。当初バスは地区センターより先の外区内には乗り入れなかった道路にはバス停を将来開設できるペースが用意されていたが、2010年3月20日から再イ度の増便に合わせて、 昼間のすべてのバスと朝晩の一部のバスがライク内を経由してバス出張所に近い美能森町近隣公園前まで運行されるになった。公立小中学校については美能市と大阪府が共同で小中一貫校を PFI 形式で建設三菱 UFJ リース主体し2008年4月に美能市立とどろみ小学校中学校のとどろみ九州落地区からの移転という 形開校した。愛称は、と、泥見の森学園である。幼稚園は、町開き当初は、地区内には存在せず、と泥見九州落地区の小中学校の高地、後隣接地に立地する、私立、と泥見幼稚園に通うことに行ったが、2011年4月にと、泥見の森学園敷地内に幼稚園、保育所の併設された、養護連携型の私立認定子ども園の、 ミス学園森町子も園、ミス学園森町幼稚園、ミス学園森町保育園が設され、引き換えにとどろみ幼稚園は閉園となった。なお、バス通園は、複数の私立幼稚園が実施している。保育施設は、ミス学園森町保育園開設までの、つなぎとして、認定子も園を運営する、社会福祉法人が2009年6月から、 美ノー森町地区センター内に簡易保育所であるミスズ学園森町保育を開設していた。学校法人、理性者はミノー森町にスポーツ指導者やトレーナーを養成するコースを持つ大学である仮称理性者大学を設置することとなり、2015年4月開校を目指して、整地などの工事が始まってたが、その後計画が無期限延期され、代わりに、 スポーツ関連の専門学校を設置することになった。結局、2016年6月に、理性者医療スポーツ専門学校の美濃キャンパスとなり、2017年4月には、系列の理性者スポーツ専門学校北た大阪校として開校した。美濃森町内に、スーパーマーケット等の中型以上の商業施設は存在せず、 最も近いスーパーマーケットは北に2トルほど行った時和大地区にある。将来に備え阪急バス走車場の隣に商業施設の用地は確保されている。コンビニエンスストアは以前は地区内にコミュニティストアがあったが閉店し、代わりにファミリーマートが開業している。地区に入る手前の美濃森町南入り口の病院の隣の国道423号沿いに セブンイレブンも開業している。郵便局は、時和台地区にある郵便局か、とどろみ急集落地区にある、美濃市役所とどろみ支所に併設された、簡易郵便局を利用する。郵便局を除く、最寄りの金融機関窓口は、時和台地区にある、池田泉銀行時和台支店、旧池田銀行支店、である。みのお町の南側入り口脇にある病院や、 時和大、甲府大地区にある診療所を利用することになる。動物病院はすでに、美濃森町内に開設されている。美濃森町エリアは、テレビ南市町地域になるため、美濃森町内における、南市町対策ケーブルテレビ事業者の公募が行われた。事業者選定の結果、2月7日に、EO 公テレビの進出が決定したと発表された公募では、JCOM 北設も応募したが、 価格面、工事面などで EO 高テレビに敗北した。ただ、JCOM 北節の同エリアへの進出については未定である。大高の映像発見やバブル崩壊などで全体の計画規模が縮小された。また本計画の核となるはずだったあまり、野川ダム建設が行政の採出削減の一環で凍結されることに、 なり、美濃森町の居住人口予測は16,500人から9,600人へと変更された。また、第2期の造成は開始されたものの、第3期以降については中止される可能性が出てきている。美濃森町と美濃新都心とを結ぶ、美濃グリーンロード、こちらも参照のことを建設し、美濃滝放課地上河川の流量に影響するとして、 建設時に湧き出た湧き水をポンプにより送水している。さらに、大阪府住宅供給公社保有土地の資産評価がバブル崩壊により一気に下がったため、見積もり通りに土地が売れたとしても、事業全体で赤字が750億円となる可能性がある。三の森町計画には、豊野町が長年計画していた豊野町の東地区と西地区を結ぶ。 東西連絡道路の意味合いを持った、とどろみ東西線の計画も盛り込まれている。豊野町西部の野瀬電鉄明見千円線地域と役場のある東部とは、道路で直接つながっておらず、かつては東西両地区を行き来するには、数キロメートル迂回北上して、明見三北側の野間峠、大阪府道四号茨城の瀬線を通るか南下して、池田市伏尾台地区を通るしかなかった。 しかし、この道路が、美濃有料道路と同日の2007年5月30日に開通したことで、両地区の距離は半分程度に短縮された。また、時和台や甲府台等、豊野町西地区にとっても、美濃グリーンロードと合わせ利用することで、従来の国道477号線、阪神高速道路11号池田線のルートに比べて、 大阪都心部への距離や所要時が短縮された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。